どうも、デンドです。今回ですね、なんか名古屋 VS 福岡の試合で、なんかそれなりに話題になってますね。何が話題になっているかというと、なんか守備放棄ですね。まあ俺試合見てなかったって、まあよく、まあ、わかんないですけど、なんか守備放棄で、なんかそれなりに話題になってますね。なんか一回なんか試合中断したんだって、確か。まあ、さっきツイッター見とったら、なんか、中断してまたやったらしいですね。いやー、なぜあれ守備放棄したんですかね。なんか、わかんないですね、それが。なんか、それなんか話題になってみたいです。そんな感じですね。まあ、やっぱ、わかんないですね、守備放棄した理由が。じゃあ、こんな感じです。バイバイ。